の扉が閉まると昨日の一言がしみる泣いた泣いた泣いたホームのベンチで一人僕は僕は僕は失い方の説明書通りに僕はいじけた影帽子ヒーロー、 ああ、おお、未練がましさが顔に映れば帰ってくるなんて思わない、エクボをつついてきたこと、oh、 今も今も今も思い出しては切なく遅い遅い遅い失うことに気づかないなんて、今日本当にお集まりいただきましてありがとうございます。そして、初めて、僕の歌を聴いてくださる方、いつも僕のことを応援してくださる方、ここに、同じ場所同じ時間今共有させてもらって、ありがたい限りです。早速クロストゥユー離れててもって曲と影帽子って曲2曲披露させてもらいました。今日は全部、僕が作詞作曲で CD にもしてるんですけども、編曲も僕が、ノウハウを学んだものをそのまま自分の家で編集してやってたりします。結局はだからシンガーソングライターとして今本気で、飯食えるように頑張っております。で、弾き語りこんだけ、今日は10曲弾き語りに挑戦させてもらうんですけど、つい先月まで1、2曲しか弾けなかったのを、この1ヶ月で、なんとか間に合わせてきました。で、ちょうど今日のライブの、4日前8月14日に、池袋の方でも、ツーマンライブということで、1時間ぐらいライブさせてもらったんですけども、まあまだまだ弾き語りライブ慣れてはいないんですけども、今日はしっかり来てよかった聴いてよかったって思ってもらえるようなライブ作ってまいりますので、ぜひぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、では、早速次の曲いきたいと思います。